雨の阿賀町。販売開始の30分前には100人以上の行列ができていました。先頭の人に話を聞いてみると、今日は朝の6時から来ました。有名で美味しいってことで、はい、ちょっと食べてみたいなってことで来ました。お目当ては山芋の一種の奥阿賀自然薯。色の白さと粘りの強さが特徴で、販売の初日は例年行列ができる人気の特産品です。これから入場を開きますのでよろしくお願いします。贈答用の特選品は1キロ当たり3000円。原材料価格の高騰などで去年より500円値上げされましたが、次々と売れていきました。中には1人で2万円以上を買う人も。5個ぐらい買いましたね今、はい、これお家でどうやって食べましょうか。やっぱりすってご飯にかけて食べるのが一番美味しいかなと思ってます。今日どれぐらい買われましたか。これだけ。あ、粘りがすごくて山芋とは違う美味しさがあります。牛タンのしゃぶしゃぶにとろろかけて、自然薯かけてやろうかなっていう感じですね。用意された 1.5 トンの自然薯はおよそ5時間でほぼ完売しました。夏の猛暑によります、生育不良、これとあとイノシシとかの、獣害被害がありまして、収量の方は、組合さん皆さん若干減っているような形ですが、品質的には、上場出来だと思っております。奥阿賀自然薯は年内いっぱい全国に出荷されます。